島田真央。4回転、トーループ着氷で自己ベスト217.68点。2位は千葉百音。フィギュアジュニア GP、ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。フィギュアスケートジュニアグランプリ、GP シリーズ第5戦ポーランド大会2日目、2022年9月30日。ポーランドグダニスク女子フリーが行われ。 SP2 位だった13歳の島田真央、木下アカデミーは148.87点をマークし、合計217.68点で優勝した。フリー、合計スコアともに自己ベストを更新した、冒頭で3回転半、トリプルアクセルを成功。続く4回転、トーループは着氷しながらも回転不足となったが、その後は3回転、フリップマイナス2回転半、ダブルアクセルの連続ジャンプなど、 すべてのジャンプを決めた島田は第2戦チェコ大会に続く優勝。2位は135.66点で合計205.82点の千葉百音、東北高だった島田真央。4回転トーループ着氷で217.68点。ジュニア GP2000 連続 V フィギュアスケートジュニアグランプリ GP シリーズ第5戦ポーランド大会2日目2022年9月30日。 ポーランドグダニスク女子フリーが行われ、SP2 位だった13歳の島田真を木下アカデミーは148.87点をマークし、合計217.68点で優勝した。フリー、合計スコアともに自己ベストを大幅に更新した淡い紫の衣装に身を包み、冒頭で3回転半トリプルアクセルを着氷。続く4回転トーループも着氷した。 その後も3回転フリップマイナス2回転半ダブルアクセルの連続ジャンプなどすべてのジャンプを着氷。演技を終えた瞬間見守っていた浜田見えコーチは飛び上がって喜んだ島田は第2戦チェコ大会に続く優勝を飾りジュニア GP ファイナル進出を決めた島田真央。3回転半 &4 回転トーループ着氷。ジュニア GP フリーで圧巻演技フィギュアスケートジュニアグランプリ。 GP シリーズ第5戦ポーランド大会2日目2022年9月30日ポーランドグダニスク女子フリーが行われ SP2 位だった13歳の島田真央木下アカデミーは148.87点をマークし合計217.68点だった淡い紫の衣装に身を包み冒頭で3回転半トリプルアクセルを着氷続く4回転トーループも着氷した その後も3回転フリップマイナス2回転半ダブルアクセルの連続ジャンプなど全てのジャンプを着氷。演技を終えた瞬間見守っていた浜田美恵コーチは飛び上がって喜んだ今季がジュニア GP 初参戦となる島田は第2戦チェコ大会で優勝していた島田真を2大会連続 V4 回転トーループ着氷 ISU 公認大会日本女子初へあと一歩フィギュアスケートジュニアグランプリ GP シリーズ第5戦ポーランド大会30日グダニスク女子フリージュニア1年目の島田真央13木下アカデミーが国際スケート連盟 ISU 公認大会で日本女子初の4回転トーループを着氷させた第2戦チェコ大会に続きシリーズ2大会連続の優勝を飾ったショートプログラム SP2 位で迎えたフリーは148.87点を記録し合計217.68点 記録はクォーター着氷、4分の1未満の回転不足となって、出来売点で減点となったが、2年の安藤、美希・サルコ以来、20年ぶりの4回転ジャンプ成功へ、あと一歩に迫った歴史的な演技を、島田は少しだけ微笑んで締めくくった。冒頭でトリプルアクセル、3回転半を成功させると、続く4回転、トーループも着氷。国内では小6だった21年3月に初成功させた大技を、 国際舞台で披露した。最終盤までジャンプに大きなミスはなく、3つのスピンを最高のレベル4をマークした合計点は日本女子で坂本香織、木平梨花、宮原智子、三原舞に続く歴代5位、18から19年シーズンのルール改正以降の高得点を記録。17年の木平梨花以来、5年ぶりのジュニア GP ファイナル、12月。 の進出を決めたロスポーツ界が招集令状の乱発に激震。皇帝プルシェンコは私なら喜んで受け取るよ。逃げも隠れもしないと断言、ロシアスポーツ界が激しく揺れている。ウラジーミル・プーチン大統領が膠着するウクライナ侵攻作戦の打開を図って、およそ30万人の部分動員令を発動。これに伴って、 トップレベルのアスリートたちにも続々と招集令状が届いているのだサッカーの元ロシア代表 MF ギニアルビラルトディノフ氏、37歳、現役フィギュアスケーターのドミトリー・ヤリエフ、23歳とマカール・イグナトフ、22歳、総合格闘技家のウラジー・ミルミネフ、32歳、そしてボクシングの元世界ヘビー級王者であるニコライ・ワルエフ氏、49歳といった面々のほか ウィンタースポーツの新旧代表選手や実力者たちにも令状が届いているという選手によって受け止め方は様々だ。ワルエフ氏が来週にでも入隊するよとテレグラムで明かす一方で、ピラレトディノフ氏の父親は法律上は35歳以下が招集対象のはず。息子は37歳だ。どこか矛盾があると、選抜に何らかの誤りが生じていると指摘する。 さらに、アリエフとイグナトフの招集に関しては、ロシアフィギュアスケート連盟が反発。国のスポーツ省を通じて、両選手の動員延期を求めている。そんな中、ウクライナ侵攻が始まって以降、常にプーチン大統領とロシア軍を支持してきたエフゲニー・プルシェンコ氏が国内メディア、スポーツエクスプレスの取材に応じた。2006年、トリノ輪の男子フィギュアスケートで金メダルに輝いた皇帝は、あくまで家庭の話として、 もし手元に招集令状が届いたらどうするかと問われて次のように回答した事態は今切迫しているただ令状が届いたからといってすぐに前線へ送られるわけじゃないしっかりと準備する時間がもらえるはずでパニックになる必要はないし私は逃げも隠れもしないよ残念だけどとてもたくさんの人が国外へ去った 私には感化できない事実だ。私は何があっても、ノボボルスクの自宅にいるよ。令状が来たならば、どこにも逃げたりせず、流れに乗るだけだ。私たちは子供たちと彼らの未来を守らなければいけない。これが私の考えであり、ぜひともみんなに聞いてもらいたい。現地木曜日には、ロシアオリンピック委員会のアナスタシア・ダビドワ事務局長、39歳が国外逃亡したとのニュースが世界を駆け巡った。 五輪のアーティスティックスイミングで合計5個の金メダルを獲得した女帝も部分動員令を回避するために大胆な行動に出たとの見方が強まっている国際大会からの締め出しに加えてトップアスリートたちの徴兵というショックに見舞われているロシアスポーツ界今後その地盤沈下にさらなる拍車がかかりそうだ出展構成 ザダイジェスト編集部、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よ